解放されます。このスバ、リア、リアはどこです？鍵が壊されてました。逃げ出したのですか？まさかチャーリーのやつ、本当にリアにいたずらを。ああ、なんてことを。私は我慢してるのにずるいです。ダニエル様。チャーリー、どこにいたのですか？それにその傷は。誠に申し訳ありません。アクセルの連中がリアを取り戻しに来たのです。シエロも来ていたものですから、その麗しさに気を取られリアを奪われてしまい。なんということだ。己佐藤一馬、我が麗しの踊り子をさらっていくとは。まあ最初にさらったのはこっちなんですけどね。逃がしませんよ。チャーリー、大至急場内放送の準備を。放送を一体どうするおつもりで。逃げたくないと思わせるのです。そうすれば向こうから姿を現すでしょう。この食材は純金ね。それなりの額にはなるかしら。あとこの魔道具も冒険者に高値で売れそうだわ。お、いいなそれ。こっちのも高値でいけそう。って違う！そろそろ出ないとやばいぞ。わかってる。金目のものは袋に詰め終わったし、もう大丈夫よ。こうやって大きな袋を抱えていると、なんだかまるで泥棒。違うわ、トレジャーハンターよ。分かってくれるわよね、かわいい踊り子さん。かわいい。はい、メリッサさんは泥棒じゃなくてトレジャーハンターです。すっかりメリッサに手なずけられたようだな。どうでもいいけど、早く脱出しましょうよ。城に閉じ込められてお風呂入れてないんだから。だったらアルカンレティアの温泉に寄って帰るのはどうだ。あの町は本当にいい町だ。あの町に好んで行きたがるエリス教徒はあなたくらいですよ。私はあんな町二度とごめんです。マイクです、マイクです。リアさん、リアさん、女神のように可愛いリアさん、聞こえますか？この声はダニエルね。大事なぬいぐるみは預かりました。返してほしければ玉座の裏の隠し扉から祭壇の前へ来てください。ぬいぐるみ？ぬいぐるみってリアが寝るときに抱きかかえてるキツネの？あれ、カズマ、私のぬいぐるみが見当たらないぞ。コズロをどこにしまったんだ。せっかくしまったのに何してんだ。ぬいぐるみなら手洗いして外に干して。あ、思い出したぞ。アクセルのリアの部屋を掃除したときにあったあれか。あれとか物扱いするな。コンジローという立派な名前があるんだ。ああ、そうそう、コンジローね。ぬいぐるみを預かったところで助けに行くと。行くに決まってる。コンジローは孤独だった私を慰めてくれた初めての友。
次郎がダニエルの手に。リアちゃん、助けて。僕、コンジローだよ。間違いない。コンジローの声だ。いや、ぬいぐるみは喋らないと思うが。見かけによらず痛い子ね。心優しいコンジローを人質に取るなんて、卑劣な真似を。絶対に救い出さなくては。待っててくれ、コンジロー。おい、リア。リアちゃん、一人で行ったら危ないよ。シエルとエーリカまで。どうしますか。きっとダニエルのところへ行くつもりですよ。放っておけないな。すぐに追いかけよう。はあ、せっかく敵の親玉と鉢合わずに済むと思ってたのに、しょうがねえな。コンジロー、いたら返事をしてくれ。ようこそリア。自分から来てくださって感謝しますよ。ダニエル、脅してここへ呼んだくせに、よくもそんな。コンジローを返せ。コンジロー？ああ、あのぬいぐるみの名前ですか。ぬいぐるみならここにはありませんよ。なんだと？けど、さっきは確かにコンジローの声が。あれは私です。嘘をついてすみません。ファンだからこそ知ってる情報でリアを騙したのね。ひどいです。おお、シエロにエーリカも。エビでタイを釣るようにキツネで踊り子が釣れるとは。リアだけで儀式を行うのもやむなしと思っていましたが、どうやら都合よくアクセルハーツ全員揃ったようですね。女神のごとき舞を披露せし者、青き衣をまといて封印の地に降り立つべし。伝承の実現は目前ということ。大丈夫か？来ましたか。ですがもう遅い。古代兵器復活のため、力ずくでも踊ってもらいますよ。トロールロードに変身する気よ。みんな気をつけて。最悪ね。こいつもチャーリーと同じように可愛くない化け物の姿になるんだわ。ちょっと待ってください。可愛くないですと。その言葉はいただけませんね。トロールは意外と可愛いです。ありえない。可愛くない、全然可愛くない。私、可愛い代表として断固認めないから。こいつ意外とショック受けてないか。もしかして可愛いと言われたいタイプの男か。そうだ、変身したら可愛くなくなって嫌いになっちゃうよな。リアもシエロもそう思うだろ。人間姿は結構かっこいいし、人間姿のままの方がいいよな。まあトロールよりは人間の方がいいな。リアまで。わかりました。本日は人間姿のままお相手してあげましょう。かかった。トロールにならなければまだ勝機がある。さあ、アクセルハーツの皆さん、古代兵器復活のため、この私のために踊ってもらいますよ。そうはさせるか。行くぞ。このスマイル